ほんで、ここには伝説のクワガタがおんねん。見て。伝説のクワガタ、はい、大クワガタです。伝説の。はい、どうもこんにちは。こんにちは。ヤンラジオです。マッシュです。お疲れ様です。お疲れ様です。今日なんですけど、この間電話陣に今呼び出されたじゃないですか。はいはい。呼び出されてカブトムシ取りに行くっていう話だったんで。ああ、はいはい。で、今日その、まあ山か森かちょっとわかんないですけど、刺されました。はい。で、行きたいと思います。はい。乗り気じゃないですよね、正直僕たち。いやー、カーとかね、ちょっといっぱい多そうやし、なんか嫌っすね。嫌やんね、ほんまに。これ山っすよね、これ、俗に言う。山ですね。山っすね。ちょっと行ってみましょうか。行きましょう。嫌やな、でも加熱されたりするのも。あ、多分、いますね。待ってくれてますわ。あ、本当っすか。ありがとうございます。おぉ、お疲れ。じゃあね、お疲れ。なんでこれ、めっちゃ険しい、めっちゃ刺されたわ。めちゃくちゃしんどいよ、俺ら。ちょっと待って、肌すごいからもう。そんなんしゅんなって、くしゃ、うるさい。そんなんしゅんな、自然を舐めてんのか。お前今から虫取りに行くんじゃん。なあ。誰ですか、横の。ちょっと黙れ。お前、黙れ。で虫な、お前虫今から捕まえに行くのやろ。お前取んねやろ。なんで自分は何もされやんとこ。捕まえんないけど、噛まれたくはないやん。なんで何も自分は何もされやんとこと思う。自然の起きておかしに関して自分のこともさらけ出しゃな。蚊に食われようが別にどうでもいいやん。でも早く帰りたいからもう早く終わらせましょう。もう帰ったら飯食いに行きましょうよ。もういや今回は協力してくれる人がいるかな。はい、誰やねんそれ。ダメやん、デラショーに言うな。お前のどういう関係やねん。俺の弟子やん。弟子か。弟子させてもらってます。シッキーって言います。はい、よろしくお願いします。はい、うん、お前ら網とこれは虫かごと網は持ってきてないよ。だって俺はね、そんな。しかもその格好なんやねん。俺半袖半ズボンって言ったやろ。待って、あ、靴下はいけてるな。ヘビ用に言われたように、うん、半ズボンでいいな。お前もなんやねん。シェア取ってやんと。お前なんやねん、その格好。半ズボンですよ。半袖半ズボンやん。そんなに別にいいでしょう。しかも靴下ちゃんとシェアって。お前ヘビに噛まれても俺確かにからな。呼ぶなよ、俺のこと呼ぶなよ。蛇噛まれるよ、それに。噛まれても呼ぶなよ。お前のこの靴下でもあかんよ、これ。うちしな。今回は手伝ってもらって、はい、シッキーと。シッキーです。行くかな。はい、ほんで、ここには伝説のクワガタがおんねん。見て。伝説のクワガタ、はい、大クワガタです。伝説の。大きいんですかね。大きいです。24センチあります。24センチの大クワガタにな。はい。ここにおるっていう情報が入ってねんな。はい。え、捕まえたやろ。いや、まあまあ。なんでそんなやる気ないの。虫がすごいから。いや、虫に取りに行くのやろ、今から。やる気ないやん、帰ってもいいよ。帰っていいっつって。帰れん。帰っていいっつって。帰るで。だから、まあ、帰れって、帰ってもいいよっていう話やん。そういうのじゃないけど、帰ってもいいよっつってね。帰ったらダメなんすか。帰ったらダメなんすね。帰れっつってね。帰れ、そんなやる気ないやん。でも、そういうのじゃないよっつってね。お疲れ様でした。違うっつって、そういうのじゃないっつってんの。はい、帰れ言いましたよ、さっき。帰れと言ってないの、はい、帰ってもいいねんちょっと言ってないけどな。帰ってんのか。やる気ないの、あんのどっち、まあ、あんねんな、わかった。ほんなもしょんでいいねん。あんねんやったらしょんでいいねん。だから行こう。とりあえずその伝説の大熊方、24センチのやつを捕まえるまで今日帰れません。わかった、わかった、はい、この間勝負するって言ってたけど、はいはい、そんなんじゃなくて、まあ、どっちの方が先捕まえるかの勝負やな。はい、じゃあ俺がいろいろ紹介していくから。はい。で、これ持って。え、これ持って。これ持ったらええの。はい。お前何持ってきてんやろ。はい、持ってきてる。何で持ってきてんやろ。ご飯が見つけたらすぐに取って。電車中のカブト。はい。お前がなんて返事しようねん。今こっちに言ってん。こういう木とか、はい、こういう、この木はやばいしよ。この木は大体やばいし。ビビってるやん。ビビってないよ。格闘選手としてやってるだけで。これは多分、オオシジメバチもいるから、オオシジメバチがいる、木は大体大クワガタがいるんでしょ。で、これは多分ね、築50年ぐらいあるしね、多分。築50年ぐらいあるから、そういうのに感謝してね。
主義進んでいきましょうっていう話でしょ。はい、分かった？樹齢、はい、樹齢とかじゃないですか。地区って言わないですよ。あ、そうそう、樹齢。50歳。50歳ぐらいなんですね。これ何年ぐらいですか、この。いや、30年ぐらいじゃないですかね。あ、ほんまですか。はい。あんまり言えないです。こっちで合ってます。こっちで取れますか、ほんまに。あっちが結構、じゃあ言った方が良くないですか、こっちで。師匠あっちの方が出るんじゃないですか。こっちやいや、こっち出た、こっちや全部わかりました。いや、もっと強めに言ってほしいですけど。何ごちゃごちゃ言ってな。言ってませんもうあっちますそう、待てなんかで行く。全然あれですけど、うーん、頼むがしね、この木とか。え、鳥がうるさいな。鳥がうるさいですかね。鳥うるさいな。ちょっと待って、デシモシで黙らして。黙れ。え、何、嘘でしょ。パワハラじゃないですか、これ。この木多分おるねん。この木に多分上におるねんけど、この木の上におんねんけど、多分落ちてこない、届かへんから、あの、落とすために、ちょっとこいつにデシモシで叫んで落として振動で。わかりました。黙れ黙れ、聞こえ、耳元で言うな。あの子どんな気持ちなんやろ、今。お前な、耳元でギャン言われてな、みんな嫌ちゃう。はい、そうっす。考えろ、場所と、はい、TPO をわきまえろ。一回、マスクも一回叫んでもらっていいですか、デスボール。いやー、黙れ。ほら、ハイパー来んねん。なんで今急に叫んだ。俺が今叫んでちったん。言うてん。 なんで叫ぶん。ごめん、ごめん。マスター、すいません、あの、アミに杖として使ってらっしゃいますよ、今。うん、足痛いから。あ、いや、これもうついちゃったらもう使えないです。新品の時じゃなくて使えないです。これ大丈夫ですか。何してんのそれ。いや、知らんかったから。ちゅえちゃうんや、それ捕まるためにやんやろ。もう使われへんそれ。え、使われへん、使われへんのし。え、そうなんです。ちょっと所有手があるから。大丈夫無理やな。直すのにこれ多分デシボイシュいるんちゃう。いや、遠くへ。うん、多分いらんやろ絶対。こっちやろ。え、こっちやろ。なんで棒の方にすんの。こっち網やろ。すいません、一緒にやっていいですか。ああ、一緒に、せーの、やばい。森はとにかく静かに、はい、静かに行動して、はい、なんでそんなうるさいの。一番うるさい、一番うるさい。静かにしないと虫たち逃げましゅ。はい、分かってんの。うるさい。そう、今日そんだけうるさくして今日捕まらなかったらお前らのせいからな。それはちょっとちゃうよ。なんやねん、お前らがうしゃしやの。いや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 、来たいと思って来てるわけちゃうからね、こっちも。は、うん、なんて。いや、別に何もないっす、何も、すいません。言いたいことはねえって言うんよ。いや、別に何もないっす。ああいう木も、はい、すごい長いこと言って大きなったな、一応。何年ぐらいですか、この木で。これ多分40はいってるな。これちょっと大きなったわ。何年ぐらいですか、ね、60ですね。60年ぐらいですか。言ってくださいよ。すいません、師匠、こいつ60年ぐらいですよ、たぶん。はい、60年ぐらいです。はい、60です。40 60です。41。いや、60です。は、40です。はい、40年か。40です。まあ、立派な大木になるのに40年も書かねえで。何年でしたっけ、あれ。そういうのに感謝して、感謝しもって歩けっちってんの。感謝ってどういうことですか。感謝って何なんですか。感謝やん。30年ここにあるからこそ、40年、うん、あるからこそ、うん、めちゃくちゃなんですけど、ずっと不安やわ。取れんのかな、ほんまに。取れへんかったらお前らのせいで。これお前ら何かしないやろ。分からへん、なんすかこれ。しやろな、アホやから。なんか何も知らない。教えろや。教えてくれへんね。取ってる人見たことないもん。夜やろ、だいたい夜やろ。お前がケチャケ遊ばしてるからやろ。え、なんでそんなケチャケ遊ばしてんねん。神しょめんな。いやいや、俺ってんねやろ。竹口言うてんやろ。いやいや、お前目見ろよ、こっち。こっち見んな。どっちやねん。ニューオーディション、なんでやろ。俺の曲じゃねえのかよ。結局あいつの曲になる。新曲